九州三光グループ、九州三光バス、九州三光バス株式会社とは、熊本県熊本市近郊の路線バスと、熊本県内から各都市への高速バス等を中心に運営するバス事業者。2015年10月1日からは、貸切バスの運営も行っている。九州産業交通ホールディングス傘下。ここでは、九州産業交通の頃に、地域ごとにて分社化され、後に合併して設立された、三光バス株式会社についても記載する。両社とも略称は、三光バス。本社は、熊本県熊本市西区の熊本営業所内に所在。資本金9000万円。九州三光バス及び三光バスの乗り合いバス。営業所は、バスの行き先案内などで三光と呼ばれることがある。例えば、松橋営業所へ向かうバスは、松橋三光行きと案内される。ただし、熊本営業所に向かうバスは、西部車庫行き、天草営業所は、三光車庫前と案内される。また、一般の路線バス車両のリアガラスの左下には、熊本、八台、小山、松橋といったステッカーが貼り付けてあり、所属営業所が一目でわかるようになっているが、最近は各営業所も新規、転属ステッカーを貼り付けていない。なお、本社、熊本営業部においては2007年10月1日開設時より、熊本営業所とした一つの営業所として、すべての路線を運営していたが、2012年4月1日の組織改正において、業務ごとに分割された。また、子会社の三光バスにおいても一部営業所においては、地区ごとに営業部を設けている。現在、路線バスの分離子会社は同社のみ。実際は、旧三光観光バス営業所を併設していた上記の九州三光バス直轄営業所を含め、熊本県内全域に営業所を持つが、以下は九州三光バス直轄営業所に併設された営業所を除く地方営業所のみ記載。上記営業所とは別、同社直轄路線及び子会社である三光バスの路線を合わせると、ほぼ県下全域にネットワークを持つ。路線バスを運営する分離子会社として、天草三光、熊北三光、熊南三光、三光観光バスの4社があったが、2005年4月1日付で合併し、三光バスとして統合された。路線バスの車両は、熊本都心部などでは大型車がほとんどで、それ以外の地域では中型車が比較的多い。また、乗客の極端に少ない路線や山間部のローカル線では小型車を使用することがほとんどで、小型車は主にレインボーリエッセポンチョ、エルガミオの4種類が存在するが、最も保有台数の多いリエッセの BDG、RX6 ジャフバ型を使うことが多い。最近では、自家用、マイクロタイプのローザリエッセにも導入している。また、近年一部地域において、新規に開設した路線においては、一般乗用車タイプのワンボックスカーが使用されている。路線の詳細については、各営業所の記事を参照のこと。熊本県内の主要都市間を結ぶ快速バスと、主に他県の主要都市へ向かう特急バスからなる。高速道路を経由する特急バスは、特に高速特急と呼ばれる。また、本土線においては2011年3月12日より超快速バスも運行開始した。このほか過去においては急行バス、準急バスも存在したが、現在は上記4種だけである。下記の路線のほか、九州国際観光バスから引き継いだ九州横断バスも運行している。高速バスにおいては、熊本桜町バスターミナルを発着する路線のほか、同 BT を経由しない8台発着便と福岡発着便がある。括弧内は共同運行会社。熊本発議九州三光バス側の担当並びに、共同運行会社の熊本側運行支援業務は、すべて本社、熊本営業部高速バス営業所は、夜行便。8台発着運行並びに、八代における共同運行会社への運行支援業務は、三光バス八代営業所が担当。福岡発議いずれも運行は、本社、熊本営業部高速バス営業所が担当。車両は、フェニックスにおいては、宮崎へ南風号として、黒川線においては、福岡へ日の国号としてそれぞれ熊本から送り込みを行う。貸切車撮影時は、フェニックス号続行便として使用中かつては、子会社である九州三幸観光によって運行されていたが、2015年10月1日の会社統合により現在は、当社にて貸切バス事業も行っている。なお、イベントなどで多くの乗客が見込まれると主催者が判断した場合、手続きを経て一般路線バスの車両を貸切、または臨時バスとして使用されることもある。一部の自治体において、下記のコミュニティバスの運行を受託している。この項では、運行撤退、廃止、休止、運行終了した路線について記す。高速、特急、快速、急行、準急バスほか空港線その他特殊路線のみ述べる。原則、県外路線は特急、県内路線は快速となっていた。小野阿蘇号と薩摩号が例外。1980年代頃まで運賃とは別に特急または快速料金の設定があった。1970年代の特急快速料金は30円。日の国号と有明号は座席指定だった。他の路線は乗車券購入時に番号が書かれた乗車整理券が配られ、その順番で乗車していた。観光特急を阿蘇号準急バスは区間急行のものも存在した。山形交通とともに過去に多数購入されていた、トヨタ DR15 牛深営業所にて1985年撮影日本国内の4メーカーの車種はすべて導入しているが、いすゞ社と日野社の比率が高い。地域柄、西日本車体工業製の車体仮想車も多い。このほか、観光、高速路線、空港リムジン用に、ヒュンダイ製バスといった輸入車も保有。かつては路線用にネオプラン製バスも保有していたが、2014年3月までに廃車となっている。路線車は1970年代までは、地元車体メーカーの松本車体や長田ボデー、隣県の西日本車体工業などが仮装を行うケースも多く、純正車体も導入していたため、大変バラエティに富んでいた。また、1990年頃までは、貸切車からの格下げ車が多く、中扉増設や前面方向幕取り付けなど、泉車体による大規模な転用改造を行った車両が大変多く見られた。このほか、阿蘇山の観光路線用に、マウントカーという特殊な仕様のバスを導入していたり、トヨタ自動車がかつて製造していた大型バスを、同社の撤退まで山形交通とともに多数購入していたことでも知られる。その後、貸切車からの格下げはエンジン出力の差が大きくなってきたことや、ハイデッカー化の進行から行われなくなってきており、現在の路線車は新車、または移籍車での導入である。近年はノンステップバスも導入されているが、その中でも特筆すべきものとしては、1998年に導入されたネオプランセントロライナー N4011 で日本の路線バス車両としては数少ない輸入車であったが、最後の1台が2014年2月に運用離脱、廃車された。九州三幸グループ77周年を記念し2019年9月より一時期表示されていた階層表記熊本都市圏では系統番号の導入に即し、後面の行き先表示も大型化した。1999年以降の新車及び近年の移籍車には LED 方向幕が採用され、それ以前の車両においても徐々にフィルム式方向幕から LED 方向機への取り替えが進み、2019年9月時点では九州三幸バスは全車、三幸バスでは一部車両を除きすべてが LED 表示式となっている。運行車両のほとんどがLED 化された2019年9月には、従来の階層表示に関して、当社グループ発足77周年を記念し、本体、子会社すべての一般路線バス全車両には、九州三幸グループ77年目のありがとう次の未来へ改装中と表示していたが、2020年6月5日からは、新型コロナウイルス感染拡大に対応している、すべての医療従事者に、感謝の意を表した医療従事者の皆様に感謝。改装中という表示に変更されている。かつては創業以来長きにわたり、新車での導入を推進してきた当社であったが、2005年頃以降においては、コスト削減の面からか、子会社を含む大半の営業所において、経年を迎えた車両の置き換えには、本州大都市などにおいて使用されていた他事業者からの移籍車による導入となっており、新車はごく稀にしか購入されなくなっていたが、2017年以降、また少しずつ新車導入が復活しつつある。2018年に環境省の委託プロジェクト EV バス、トラックの普及拡大を可能とする大型車用 EV システム技術開発に協力するため、路線車の1台を電気自動車に改造、ヨカ、エコバスの愛称で、熊本市内の路線で実証運行が行われている。主な中古車の移籍元移籍車の例、高槻市交通部からの移籍車いすゞキュービック車両は、基本的に熊本都市圏を運行する路線では、一般路線向け大型車、道幅が狭い道路等を走行する路線を、はじめ熊本都市圏に乗り入れない。県内各地のローカル路線においては、いすゞジャーニー系を中心とした中型車や日野、リエッセなどの小型車が幅広く用いられている。2012年5月頃より、路線車の多くはドライブレコーダーを導入しており、走行時には車内外におけるすべての状況が映像データとして記録されるようになっている。また、2013年4月からは、熊本都市圏を運行する九州三高バス所属車において AU Wi-Fi スポットサービスを開始した。ここでいう長距離路線車とは空港リムジンバスを除く一般道のみで主要都市間を結ぶ路線や九州横断バスで使用される車両のことを指す。長距離路線車においてかつては一般路線車をベースにした大型標準床仕様だが、前乗り前振りのトップドア車で側窓も大型の引き違い窓、車内はリクライニング機構で背面には灰皿、小物入れがついた4列配置で中央通路側に補助席を設けたハイバックシートを備えるなど長距離乗車に適した一般観光タイプ仕様であった。このタイプの車両は過去に数多く導入され、その多くは県内間欠の快速バスや一部の特急バスに使用されていた。大半は新車での導入であったが、貸切車を塗装変更した上でワンマン機器を取り付けた改造転用車もあった。だが、このタイプの車両は1990年の購入を最後に導入されなくなり、その後は県内間欠の快速路線が次々と廃止されたのに伴ってその大半が中扉増設などの改造が施され、一般路線車に格下げられた。やがて、これらを含む車両も経年化により2010年頃までには離脱している。現在では、すべて高速用路線車や観光バスなどから転用されたハイデッカー車が使用されている。そのほとんどは、当社並びに、系列貸切事業者からの転用、または、県外他事業者からの移籍車両であるが、この他に新車として、韓国からの輸入車である、ヒュンダイユニバースも2017年までに合わせて6台導入されている。また、当社高速車の過半数を占める2台目、日野、セレガが長距離路線用としても2017年と2018年に各1台ずつ新車で投入され、主に大分線、やまびこ号を中心に、時として空港リムジンの予備車としても使用されている。なお、当該車両は高速車と違い車内にトイレは設置されていない。ちなみに、天草号専用車にはパウダールーム付きの2台目セレガが投入されているが、元は新八代駅宮崎線 B&S 宮崎号からの転用車であり、2018年と2019年に八代営業所から天草営業所に転属したものである。空港リムジンバスは窓に空港線用の表示がされた車両。ベース車は前述の長距離用路線車と同じ観光バスタイプ車で一般路線車足のトップドア車やハイデッカー車が使用される。過去においては前から7列目より最後列までこの字型にロングシートが採用され、なおかつ車内はビデオ放送も流されていたが、後にすべて廃止され、現在では当初からの車内左前方に荷物置き場が設置されている以外は、一般観光車両と同じ全席リクライニングシートとなっている。その中でも得意車として2002年式車である標準床車両の日野ブルーリボンシティが2台存在したが、この2台は申請当時はトイレが設置され天草空港線天草号専用車として天草営業所に配置された。だが2年ほどで天草号の運用を離れ中央営業所に転属し、トイレを撤去並びに荷物置き場新設などの改造が施された上で空港リムジンバスとして転用されたものである。その後、2台のうち1台は熊本港オーシャンアローシャトルバスとして再転用された後、現在は白ナンバーに変更され教習車となった。もう1台も2010年代後半頃より予備車となり、2020年には定期運用から離脱の後、ナブテスコオートモーティブ社によって開発されたドライバー異常時対応システムの試験車両に転用されている。当初は一般路線車足の標準床トップドア車が新車で投入されていたものの、1990年代中盤頃より新車での購入を差し控え、自社高速用路線車や系列貸し切り事業者から改造転用されたハイデッカー車両が扱われるようになり、これらによって一時期は古い車両ばかりが揃っていたが、2010年代に入ると韓国製輸入車であるヒュンダイユニバースが新車で投入されるようになり、9年式車両を徐々に置き換えている。このほか、2008年より空港リムジンバスとしては珍しいノンステップバスも2台投入されていた。約10年間運用された後、2020年に同じく中乗り前折り仕様で、スロープ付きのワンステップバスである三菱ふそう、エアロスターが新車で2台投入。新車投入によって、これまで使用されていた旧ノンステップバスは空港リムジンバスとしての使命を終え、一般路線カラーに塗り替えられ小山営業所に転属し、一般路線車として転用されている。ここでいう高速車とは、サンライズ号や日の国号など高速道路を経由して、県外主要都市間とを結ぶ路線に使用される車両を指す。長距離路線車と同様、ベース車は観光タイプ車であるが、車内にはトイレが設置されていることや、路線によっては3列シートであるのが特徴で、全車とも ETC、高性能無線機、追突防止、車線逸脱防止警報装置を搭載している。高速車については、基本的に、国産4メーカーでの導入とはなっているが、現在は日野車の割合が大半を占め、次いで三菱車となっている。1990年代初頭の高速路線開業ラッシュ時においては、いすゞ車をメインとして大量に購入され、高速車の過半数をいすゞ車で占めていたが、経年による代替によって徐々に日野、または三菱車に置き換えられ、現在いすゞ車はごく少数派に止まっている。2016年には高速車においても、ヒュンダイユニバースが導入され、2018年現在では6台ほど在籍している。過去にはヒデ車もあったが、現存していない。ちなみに、車体車足については、メーカー純正車体と西高車体のどちらも導入していたが、現在は純正車体のみで、西高車は高速車としては全廃となっている。また、かつては夜行高速バスとフェニックス号はスーパーハイデッカー車、それ以外の路線は基本的にハイデッカー車での導入であったが、2008年以降の新車は中古、夜行用ともハイデッカー車で購入されている。また、高速車両としては九州圏内において現行型日野セレがアトグ RU1SR2005 年式をいち早く導入したことも有名である。かつて1990年代における高速バス、開設ブーム時期においては、全車に、車内公衆電話、テレビマルチステレオなどの設備やおしぼり、飲み物、情報誌サービスなども備えられていたが、現在はすべて廃止されている。その反面、最近では一部車両において新たに携帯電話、スマートフォン等の携帯端末充電用コンセントを各座席に設置したり、除菌設備や Wi-Fi などを備えるなど、時代のニーズに合わせた設備は今後においても順次導入されつつある。行き先方向幕は2005年導入以降の新車、またはそれ以前導入の一部車両において大半が LED 行き先方向機による表示となっているが、経年式車では従来からのフィルム巻き取り式方向幕のままの車両も存在する。新人教育、または社員教育用車両である。かつては営業車両の貸し切り及び快速車両の中扉増設車の経年車をワンマン機器の搭載はもちろん、教育機材を追加設置した上で、教育車両専用への塗装、白ナンバーへ変更となり、営業車両特別を図っていた。近年では、一般停車車両が主で、現在は、松橋営業所最終配属の三菱ふそう、エアロスター M で LED 改造取付車と、坂東自動車から教育車として導入した、日野、ブルーリボン風、そして、かつて新制導入時は、天草営業所において、快速、天草号で使われた後熊本営業所において、空港専用リムジンバスに転用された、日野ブルーリボンシティの3台が在籍している。日野ブルーリボンシティについては、前扉で観光仕様のままの転用は初である。過去には松橋営業所、友知駐在所に最終配属していた、旧空港専用リムジンバスの中扉増設車もあったが廃車となっている。また、坂東自動車からの車両は水色と紺色の教習車専用色になったものの、残りの2台については一般路線用カラー、空港リムジン色のまま白ナンバーに変更となったくらいで、方向幕に教習車と記載している以外は営業車との区別はあまりない。3台とも熊本営業所に配置している。2015年10月からは貸し切りバスも運営するようになったことから、4列シートを備えた観光タイプの貸し切り車も多数保有することとなった。新車が導入される2018年3月以前の車両はすべて九州産鉱観光からの移管である。基本的に国産4メーカーとも取り揃えていたが、2021年現在、大型車は、日野セレガ、または、いすゞガーラに統一されている。三菱車は、小型車のみの配置となっている。過去には、UD 車や三菱の大型車も存在していたが、現在は全廃となっている。一般路線バス停の例2010年代以降、導入の新色のバス停の例右は、堀川バスのもの、熊本地域振興 IC カード2015年4月1日より、運用開始。イメージキャラクターにくまモンが採用され、通称、くまモンの IC カード、またはくまモンカードとも呼ばれる。実質的に後述の回数券やトゥークマカードの後継的なカードで、2016年3月31日までは、トゥークマカードと併用という形で両方のカードが使用できた。当カードは、従来トゥークマカードを使用していた熊本都市圏を、運行する当社グループ及び熊本県内他事業者運行の一般路線バスをはじめ熊本空港専用リムジンバスや天草線、天草号、高森線、高森号、福岡線、日の国号、延岡線、高千穂号といった一部の都市間バスに加え、かつてはトゥークマカードが使えなかった参考バス路線や大分線、やまびこ号、九州横断バスでも使用できる。また、熊本市電においては、諸般の事情により、同年8月から使えるようになった。電子マネー機能も有しており、バス運賃のほか加盟店の店舗における支払いなどでも使える。チャージは、バス車内のほか、窓口や加盟店店舗、チャージ機により1000円から3万円までの間であれば、できるが、車内におけるチャージでは残高が2万円を超えている場合では不可。2016年3月23日からは、熊本市電が導入している、電電、にもかとの相互利用が可能となり、さらには、JR 九州と連携指導者が導入している、守護課並びに、守護課と相互利用している全国10社交通系、IC カードとの型利用が可能。隠しカードの車内でのチャージもできる。定期券は、一般の通勤定期券。通学定期券のほか、熊本市内において昼間専用のフリー定期券、U イング、B フリーパスや、熊本駅、新水前寺駅からの乗り継ぎに便利な、駅からパスも使用できる。また、熊本電鉄バス路線と乗り継ぎが可能な、他社間乗り継ぎ定期券も販売されている。これらは2015年8月31日より、前述の熊本地域振興 IC カードに搭載されるようになり、IC カード定期券として販売されるようになった。このため、従来からの紙式定期券は販売が終了し、すべて IC カード定期券へと移行している。これ以外にも、都市間バスの中では唯一福岡線に、日の国号定期券がある。各種乗車券その他、下記の乗車券等が使用できる。回数券一般路線バスにおいては、回数券を古くから導入していた。かつては、当社専用とされていたが、1990年頃からは、共通回数券とし、熊本県内の他社と共通使用できるようになった。熊本都市圏を運行する、当社並びに、全室3社のバス事業者においては、1997年から1999年にかけて共通回数券に代わるものとして、熊本県内4事業者共通のトゥークマカードが導入されて、以降は九州産高バス各営業所での販売を徐々に中止し、完全導入後において廃止された。共通回数券廃止後においては、トゥークマカードが使えない地域を運行する。三高バス社内並びに、県内各営業所において、当社専用回数券として販売されていた。券種としては、1000円券、2000円券、3000円券、10円単位を集めたミックス券、この他学生を対象とした通学回数券などがあった。だが、これらの回数券は前述の熊本地域、振興 IC カードの導入並びに、全国交通系、IC カードとの語り用開始に伴い、2015年8月31日に販売を終了し、2016年3月31日をもって廃止となった。なお、都市間バスにおいては、各路線ごとにスーパー回数券として、現在も販売されている。トゥークマカード前述の通り、熊本都市圏を運行する路線においては1997年から1999年にかけて上記の共通回数券に代わるものとして磁気式のバスカードが導入され、九州三高バスの全営業所並びに三高バスの一部営業所のカードリーダーが設置された車両において使用できた。一般路線バス以外にも熊本空港、専用リムジンバスや天草線、天草号、高森線、高森号でも使用できたほか、福岡線、日の国号、延岡線、高千穂号といった一部都市間バスでも使用可能だった。前述の熊本地域振興 IC カード導入により、回数券と同様に、2015年8月31日に販売が終了し、2016年3月31日をもって廃止された。ツーマン時代の手回し式運賃表示機。車両中央に設置されていた。運賃は漢字表記。前方にヘッドマーク付きの潮号が駐車中。運賃表示機は1989年頃において、熊本都市圏を運行する路線車並びに、高速車などはそれまでの幕式からデジタル方式に変更され、1995年までには、残る子会社の車両など全車において、デジタル方式に切り替えられた。メーカーは小田原機器製である。なお、デジタル運賃表示機の導入当初は次の運賃区間停留所名を表示していたが、1992年からは自停留所名が表示される方式に変更されている。また、2009年以降に導入された高速車や空港リムジンバスなどにおいては、液晶に画面式の運賃表示機が導入されている。運賃箱はいずれも小田原機器製である。以前は本体一社直営体制であったためロープウェイ事業も行っていたが2006年4月1日の持ち株会社に移行並びに分社化により九州産業交通ホールディングス傘下の九州産交ツーリズム株式会社によって阿蘇山上の阿蘇山西駅河口西駅間で阿蘇山ロープウェイを運営していた。しかし、2016年に発生した熊本地震の影響や、その後の相次ぐ中岳第一火口の大規模噴火により、駅舎やゴンドラなどに損傷を及ぼし、当面の運行再開が困難な状況にあることから、2018年秋以降に駅舎、索道ともに解体された。その後、2020年度の営業再開を目指して2019年6月以降より、支柱、索道の架け替え工事に着手する予定であったが、火山活動の影響による入山規制が長引いていること並びに建設予定地の地盤が軟弱なため工法の見直しに伴う建設費増大など、諸般の事情により2019年12月24日に工事の中止が発表された。現在は九州産交通リズムによってロープウェイ代行バス、阿蘇山、ループシャトルが運行されている。過去には阿蘇山東駅火口東駅間の潜水橋、ロープウェイ及び本土市において天草海上ロープウェイも運営していた。天草海上ロープウェイは、系列の天草海洋レジャーランド内のホテル、水族館側と対岸の展望台、自然動物公園側との間を結ぶ、本土海水浴場上空をまたぐ形で設置されていた。ありがとうございます。